テルスターテルスターはアディダス製のサッカーボール、または同社のサッカー用シューズのブランド名である。1970FIFA ワールドカップでの大会公式試合玉であり、アディダスにとって初めて FIFA ワールドカップに採用された試合玉である。また、テルスターに改良が加えられ、1974FIFA ワールドカップで公式試合玉に認定されたボールがテルスターダーラストである。 テルスター・ダーラスト1960年代に日本のスポーツ用品メーカーモルテンが当時ハンドボール用に作られたボールの技術を転用する形で黒色の五角形の皮12枚と白色の六角形の皮20枚で構成された綺麗叩き二0面体のボールを登場させるとより球体に近いことと土のグラウンドでも見分けられやすいということなどもあり芝叩く間に サッカー選手に広まっていった。アディダスはこの人気取り点に目をつけ、モルテンと OEM 契約を結んで、ワールドカップの公式試合玉としてこの切れいただき20面体の構造を使用することにした。また、この時期がちょうどカラーテレビが世界に普及しだした時期であり、大陸を越えた衛星中継も実用化されるようになって、テレビ観戦する人々が、 ボールをちゃんと見分けられるという点にも注目し、テレビジョンスターという意味を込めて、ボールのブランド名をテルスターと命名した。なお、テルスターは天然比較性であり、雨が降ると水を含んで重たくなるという難点があったため、アディダスはテルスターをエナメル塗料により防水加工したテルスターデュラストを1974フィファワールドカップに提供した。テルスターの登場以来、 サッカーボールといえば、黒色の五角形の皮と白色の六角形の皮の組み合わせであると言われるまでにデザインが定着した。また、アディダスモルテンは、FIFA フフワールドカップの開催に合わせて、最先端の素材と技術によって作られたブランドを次々と発表し、今日まで連続で FIFA フフワールドカップのために試合玉を提供し続けている。ありがとうございます。